はい、どうも、銀杏と申します。今回はファミコンソフトのセイントセイヤ黄金伝説完結編というゲームを始めていきます。当時ね、リアルでやってました。私これジャンプがね、黄金世代だか時代だか言われてた時にやってましたね。セイントセイヤはね、単行本ジャンプの方先に私は読んでいて、私が読んでた時期はシルバーセイント戦のところから入ったんですけどね。まあもちろん単行本も全部買い直して全部最初から、読破はしています。サジッタのトレミーに、サオリさんが矢で刺されてしまいました。しまった、サオリさんの胸に黄金の矢が。はっはっは、抜こうとしても無駄なことだぞ。その黄金の矢は誰がどんなことをしても絶対に抜けん。その矢は強固の力を持ってのみ抜くことができるのだ。今から12時間の間に12の木をすべて突破して、強固をここへ連れてこないと黄金の矢が心臓に突き刺さり、木戸沙織の命はないぞ。しかし沙織さんをこのままにしておくわけにはいかない。心配ありません、セイヤ。私は決して負けません。必ずこの試練に打ち勝ってみせます。わかりました。俺たちは必ず12時間以内に戻ってきます。待っていてください、沙織さん。頼みましたよ、セイヤ。はい、じゃあ、コンティニューで始めていきます。最強パスワード入れます。はい、では、有名なシメゼガーですね。この通りに入れると、最強で最初からプレイができるってものですね。これね、当時ね、確かファミ通かなに載ってた裏技なんですけどね。では始めます。ゲームスタート。時間がない。何が何でも突き進むしかないんだぜ。シリュウ、沙織さんのために一刻も早く強行の前たどり着かなければ。最初さ、アニメのさ、セイントセイヤ見たときさ、セイヤとシリュウの声優さん見てさ、あ、ガンダム始まったって最初思ったんだよね。氷河、第1番目の球は白陽球だ。さあみんな急ごう。シュン、僕たちがやるしかないんだものね。スタートボタンで画面が切り替わります。最初はじゃあ、せいやでいきます。久しぶりだなこのゲーム。最強パスワードでも普通に落ちたら死ぬからね。車田正美先生の漫画は、何が最初だったかな。まあ、セイントセイヤが最初だけど、次に読んだのが男坂かな。あと、輪掛けとかね、出てるけどね。ようこそ白陽球へ。みんなクロスをここに出しなさい。一体どういうことなんだ。ジャミールのムー、改め、アリエスのムーか。ムーさんはね、クロスを直す人なんですね。声優さんが塩沢兼人さんで、かなり渋い感じだったけど、話す。君たちのクロスには、まだ無数の細かい傷が残っている。私は君たちのクロスを直してあげようと言っているのです。特にペガサスはマスクもなしに戦うつもりですか？なんか振りまいてるみたいになってるよね。すごいぜ。これでゴールドクロスとも互角に戦えるぞ。もうちょっと話そうか。さあ急ぎなさい。ゴールドクロスは桁外れの力を持っているのです。究極のコスモセブンセンスに一刻も早く目覚めるのです。行くぜ。
じゃあ続けまーす。スタートか、スタート。せいや。ここはまず俺が流星剣を仕掛けてみる。紫龍。次は2番目の一級、金龍球だ。氷河。日時計を見たか？時間がないんだ。とにかく急ごう。春。とにかく急がないといけないね。じゃあ、スタート。聖夜で行こう。セブンセンジズ上げてっか。セブンセンジズじゃない。コスモとライフ上げてっか。どうしても当たっちゃうよね、これね。倒すとね、下のセブンセンシズのゲージがね、溜まってくんだよね。よっと。もう着いた。あ、まだだった。この先か。金龍球か。勝手にこの金龍球を通り抜けることは俺が許さん。なんだその構えは。戦う気がないのか、アルデバラン。セブンセンシズをコスモとライフに変えて戦うのです。これを A ボタンで貯めて、で、スタート。このまま戦います。ペガサス流星剣。ペガサス流星剣！こう両腕をね、下ろすのがね、必勝法なんですよ。マリンさんからね、剣を抜かせるのさってね、まさか、ブロンズクロスからこんなにも巨大なコスモを感じるとは、あ、よくれた。プレートフォー。ほら、両腕が降りてるでしょ？戦う。じゃあ、流星剣。ペガサス、流星剣。アルデバラのクロスの角が折れて、床に突き刺さるんだよね。俺の負けだ。金龍球は通らせてやる。やったぞ。ついにゴールドクロスを打ち破ったぞ。続けまーす。せいや。さあ、3番目の球、掃除球だ。掃除球って平仮名で見ると変な感じだよね。紫龍。さあ、先を急ごう。僕たちがやるしかないんだものね。さあ、一気に抜けてしまおう。こちら原作通り、旬でいきます。旬が一番強いと思うんだよね。なんだっけ、旬が女になったっていう噂を聞いたんだけど。クロスもピンクだしね。飛べるかな。よし、飛べた。落ちたら死ぬからさ、ちょっと怖いよね。ふっ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 、出たな。セブンステイシーズをコスモとライフに変えて戦うのです。まあ、上げてもね、上げてもねって感じだけど、スタート。戦いまーす。ネビラッチェー、全く効かない。アナザーディメーション。はい、異次元飛ばされました。久しぶりだけど結構覚えてんな。あー、操作性があんまり良くない。こうで、あ、落ちちゃった。なんで落ちちゃうんだ、これ。こうで、あー、ダメだなー。あー、怒っちゃったよ。摩耗していく。旬が摩耗していく。あー、本当にさ、これさ、操作がシビアなんだけど。これ飛べたっけなー。飛べなかった気がする。何、気持ち悪い。いや、もう落ちたくない、落ちたくない、落ちたくない。だいぶやり直したなー。
これなんだこの風船みたいなやつ。いけない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 。ここ確か落っこっちゃうから。すげえここでもやった記憶あるなー。すげえライフ見て分かる通りすげえやり直してる。これどうやっていくんだっけなー。体が覚えてるはず、体が覚えてるはず、体が覚えてるはず。あ、飛べた飛べた。やったぜ。でももう一個あった。飛べた飛べた。よし、着いた。なんと、異次元の空間を飛び越え、再び戻ってくるとは。戦う。いや、疲れたわ、これ。ネビラチェーン。ネビラチェーン。ふっ、お前の実力など、所詮その程度のものだ。アナザーディメーション。くっ、なんて恐ろしく巨大なコスモなんだ。ふっふっふ。戦う。サンダーウェーブ。サンダーウェーブ。ふっ、お前の実力など所詮その程度のものだ。アナザーディメーション。くっ、なんて恐ろしく巨大なコスモなんだ。ふっふっふ。このまま戦っててよかったんだっけな。戦う。サンダーウェーブ。サンダーウェーブ。お、横向いたよ。走り出すポーズしてる。アナザーディメーション。もうちょっとやな。戦う。サンダーウェーブ。サンダーウェーブ。ふっ、お前の実力など所詮その程度のものだ。戦う。サンダーウェーブ。サンダーウェーブ。バカな。やはりジェミニのセイントは存在しなかったのか。続けまーす。ああ、氷河がいない人になっちゃった。セイヤ。くそー、とんだことになりやがったぜ。巨階級のデスマスクにはロザンでの借りがあるんだ。氷河がジェミニによってどこかへ飛ばされてしまったんだ。気になるけど、とにかく進もうよ。そうなんだよね、氷河ね。ずっと先に飛ばされちゃったんだよね。今回は支流か。じゃあ支流で始めます。キャンサーのデスマスクはね、一番悪い感じのキャラだったからね、ゴールドセイントの中でもね。例えば、アルデバランの時に言うの忘れてたんだけど、アルデバランでね、一個驚いたことがあって、このゴールドセイント編の後のさ、ポセイドン編の時にさ、アルデバランが病院に来るシーンがあるんだけどさ、アルデバラン意外と髪長かったっていうね、そこが一番アルデバランで私はびっくりした。このさ、髪長かったんだと思って。はい、着きましたと。クッ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 ク。どうした小僧、死人の顔に驚いたか。あ、そうだよね、この巨階級の中ってさ、いっぱい死人の顔が張り付いてるんだよね。お前は強行が悪と知りつつ仕えているのか。セブンセンシスをコスモとライフに変えて戦うのです。じゃあ上げときます。スタート。戦うでいいか。小僧、この石式を通ってあの世へ行くのだ。石式冥界波。あの世に飛ばされた。あの世っていうか、なんか縁みたいなところでね、氷河が歩いてんだよね。
こはさっきのさアナザーディメーションのところよりはそんなに難しくなかったはず。え、待って、乗れなくない？これ。あ、乗れた乗れた。上を押して A を押すと結構高くまで飛べる。うー、怖え。火の玉来ちゃった。何これ、何この人。ちょっと待って、ゲゲの鬼太郎みたいになってる。なんかゲゲの鬼太郎でさ、ろうそくに火つけて回るところあるよね。こいつ死なないな。よいしょ。これで、もう久しぶりで忘れてるよ、これ。これ乗れないと。頑張れ、支流。すぐクロス脱いじゃうけど、頑張れ。ほう。いや、もうそう、アナザーディメーションのところ、だいぶやり直したからね、私ね。お、なんか来た。終わりが近づいてきたっぽいな。あ、いた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 。もう突き落としてやれ。石式から生き返ってくるとは。こんなところで絶対にやられるわけにはいかないんだ。戦う。ロザン昇竜派。ロダン昇竜派。グラードコロッセオで聖夜にね、ロダン昇竜派は技を放ってる間に左手を下ろして隙ができるから心臓が丸見えだってね、弱点を見抜かれてたシリュウさんですけど。くっ、なんて恐ろしく巨大なコスモなんだ。ここで一気に葬ってやるぞ。初めてアニメ見た時は私はグラードコロッセオでちょうど聖夜とシリュウが戦ってるシーンだったけどね。ロダン昇竜派、ロダン昇竜派。聞かなかった。お前と私は実力が違いすぎる。石式冥界派。これ十字キーで横に置けんだけどね、なんかタイミングによっては一周回ってきてまた食らっちゃうっていうね。ここで一気に葬ってやるぞ。戦う、ロダン昇竜派、ロダン昇竜派。あ、よくらんなかった。シリュウはね、すぐクロス脱ぐし、すぐ血足りなくなるしね。戦う、ロザン昇竜派。目が見えないとかね。あ、効かないな。ゴールドセント、ダメージ食らった時ポーズが変わるからね。ここで一気に葬ってやるぞ。戦う、ロザン昇竜派、ロザン昇竜派。石式冥界派。デスマックスさん、早くお亡くなりになってください。戦う、ロザン昇竜派、ロザン昇竜派。あ、くらったくらった。よかったよかった。3とか残さないで。己ブロンズクラスの存在で。すごいチカチカするよね。画面から離れてみてください。戦う、ロザン昇竜派。はい、終わったー。やったぞ。ついにゴールドクロスを打ち破ったぞ。はい、続けます。日時計がさ12個しかなくてさ、教皇んとこ行ったらもう時間がないっつうね話だったけど。せいや、第5の宮はアイオリアの守っている獅子宮だ。すぐ通り抜けられるだろう。さあ一気に抜けてしまおう。とにかく急がないといけないね。じゃあこちらは聖夜で行きまーす。まあこのね、サンクチュアリに来る前にアイオリアとは病院でね
話をつけたはずだったんだけどね。沙織さんがアテナだってね、諭されて、アイオロスが裏切り者っていう汚名を、お兄さんのね、アイオロスが 裏切り者っていう汚名をずっとかぶせられて負い目を感じていたけど、実はアイオロスはアテナを、赤ん坊のアテナを守ってくれた、教皇から守ってくれたいいもんだったっていうね。おっとおっと、足場が狭いとドキドキしちゃうよね。この四肢を通る者は殺す。なんだって、セブンセンシスをコスモとライフに変えて戦うのです。あげーのあげーのスタートの話します。俺はこの四肢を守るレオのアイオリア、それだけだ。一体どういうことなんだ。ライトニングボルト強いよな、やっぱりアイオリア。話します。お前は教皇が悪と知りつつ仕えているのか。俺はこの四肢を守るレオのアイオリア、それだけだ。どうしたんだアイオリア。しょうがないから戦います。ペガサス流星剣、ペガサス流星剣。あ、くらったくらった、横向いた。この辺でマッハ1とか2とかっていう話してるよね、確かね。この前かな。お前らせいぜいブロンズクロスの技のスピードはマッハ1とかね、戦う。ペガサス流星剣、ペガサス流星剣。削った削った。お、俺は今まで何をしていたのだ。教皇の元老魔王剣によって踊らされていたんだ。しまった、カシオスを出すの忘れてた。まあいいや、続ける。どんなことがあろうともそれを乗り越えて突き進むしかないんだ。悟った。次の諸女級を守っているのは最も神に近い男と呼ばれる釈迦だ。僕たちがやるしかないんだものね。誰でやろうかな。むしろ誰でもいいんだけど、そうだな、誰かっていうとシュンがいいかな今回は。ゲージを上げて、ゲージを上げて、お、なんだ、あ、わかったわかった。はい、じゃあ旬でいきます。旬がさ、気持ちちょっと動きが早い感じがするんだよね、使ってて。もうなんかコミックスの途中で1ページ目だか2ページ目だかに挿絵が入ってるんですけど、なんかシュンはお花と一緒に写ってるカットとかがあって、あれは誰に向けて当時はこの絵をこう入れてるんだろうなって思ってたけど。まだ不女子とかって言葉がない時だったからな。ふっ、君たち少し行儀が悪いな。なんだって、セブンセンシスをコスモとライフに変えて戦うのです。さあどうしようかな。あれ、上げちゃうと一気出てこないんだっけ。戦います。ネビラチェーン、ネビラチェーン。お、食らってる釈迦。
お前と私では実力が違いすぎる。テーマ幸福。こう釈迦の技のおかげでこう地獄の種類がいろいろあるっていうのを知ったんだよね、私はね。ネビラチェーン、ネビラチェーン。この目を閉じてるのは自分の力をある程度抑制するためっていうね、あの設定ですからね。戦う、ネビラチェーン、ネビラちゃん。おのれブロンズクロスの分際で、おおよそ釈迦が言うセリフではなさそうな感じがするけどね。うちの弟がね、乙女座でね、当時ゴールドクロスのおもちゃを買ってましたよ、バルゴの。だぞ、ついにゴールドクロスを打ち破ったぞ。はい、続けます。息出てこなかったね。せいや、日時計を見たか？時間がないんだ、とにかく急ごう。シリュウ、天秤鏡は俺の死、老子の守る球だ。シュン、兄さんに笑われないように僕も頑張って進むよ。そうね、ほんとそうね。そうか、天秤球か。天秤球のゴールドクロス買ったな、当時。で、自分がさ、ヤギ座だからさ、ちょっとカプリコーヌ修羅のクロスを買うのはちょっとなっていう感じがしてて、で、ライブラのゴールドクロスだと、全部武器になるじゃんか。で、あれのクロスかっこいいなと思って、当時ね、ライブラのゴールドクロスを買った。あと、うちの弟が土地狂ってね、黒歴史って言われてるね、スチールセイントの、スチールセイントのね、おもちゃを買ってもらってね、それを私が全否定して、あれはセイントじゃないぞ、コスモも使えないぞって言って、弟がギャン泣きしたって思い出がある。スチールセイントってあれ何だったんだろうな、結局なんか、ね、ジャンプに話が追いついちゃって出しちゃったオリジナルキャラだと思ったけど、うん、あれは結構不評だったっていうね、当時言われてたけど。その後何かにも出てきたらしいね、スチールセイントってね。ちょっと私は見てないんだけど。あれはちょっとナンセンスだったよな。なんかどっかの博士だかに作ってもらったクロスで。ね。コスモは使えないっていうさ。あれは良くないよな。3人いたんだよね、スチールセイントってね。いや、実況やってるからなんか喋んないとさ。おなんかバンダイのゲームって、ファミコンのゲームって当時ちょっとね、今はね、違うと思うけど、ちょっと操作性があまりよろしくないっていうね、当時。アクションがね。でも、この後出たさ、ドラゴンボールのゲーム、カードバトルみたいなやつは、あれはすごいよくできてると思った、バンダイさんね。メーカーによって ゲームの作り方って得て増えてあるんだなって当時思ってたけどね。ただなんせね、こういう感じの女子だったので、なかなか話が合う人がいなくてね。友達が、あ、ロジ出てきた。よいか、支流、氷の棺を開くことのできる武器を選ぶのじゃ。ここにね、氷河がフリージングコフィンで閉じ込められているので、ソードを選んで真っ二つにぶった切ります。全然ここに氷河の、ビジュアルがないから、原作読んでないとわけわかんないっていうね。続けまーす。